田上のランニング非常に今良かったです、その前でカットしました。大宮は長いボールを蹴ってきてビクトル・イバルボ、高いボールヘリング、ここに厳しくきます。どうだところ、山越、いいチャレンジですね。黒川ヒールパス、運んでいきます。山越、いいプレーですね。山越自分で行って横、青木、青木からスルーパス、遠路が簡単につなげてきますよね、はい、ここも今大橋が狙っていましたが下げて、山越、山越のフィード、逆サイドから飛び込んでいきますが、セカンド小島正人、決まった。山越がドリブル開始、自ら運んでいきました。セッターバックで三角、そのまま行きますがどうか、キーパー出ました、奪った人間がそこをしっかり見れて狙えるといいんですけどね。割らない、残しました田中、裏を狙ったがどうだ、失敗ですね、限り引きずっているような感じではありません。そうですね、大丈夫そうですね、はい、さあ大宮の攻撃です。左サイド、モナガ、クラブはそういう地域性大事にしてますよね。引き分けで勝ちがない状態ですけども、はい、こういうフィニッシュの局面、崩しの局面っていうところの精度は状況生まれてますよね、はい、ここからこのボール、菊池へのボールが入りました。クリアされたところに目待ってましたね、はい、山越が上がってきます。一人かわす、山越左足で入れてくる、ファーサイド、クロス、軽いな今のプレーなんかね、はい、1個手前のスペースが空きますんでね、はい、でまたそのここまで大宮のシュート数が今ので5本となりました。さあ左サイド、松本はまた長い